無通は草壁用の小説。2006年4月25日に、原当者から単行本が刊行され、2008年9月24日に、原当者文庫版が発刊された。2012年2月10日には、続編第5番が原当者から刊行された。現役の医師でもある作者の3作目の小説。2015年10月7日から12月16日まで。 無痛見える目のタイトルでテレビドラマ化。無痛見える目のタイトルで2015年10月7日から12月16日まで毎週水曜日22時22時54分にフジテレビ系の水1ドラマ枠で放送された。小説を原作に医療ドラマと刑事ドラマの要素を兼ね備えたオリジナルストーリーとなっている。主演は西島秀俊。 放送時には主演の西島秀俊や監督の佐藤祐一、制作人がリアルタイムでドラマを視聴し、感想や収録時の様子を番組公式ツイッターでツイートしている。医師のためらい ASK には外見を見るだけでその人が抱えている病気がわかり、犯罪者の顔にだけ現れる兆候を見ることができる、不思議な能力がある。しかしその能力を公言することはなく、 普通の町医者として細々と診療を続けていた。ある日の外出中、すれ違った男の顔に反応と性が浮かび上がっているのを見たエースケは、事件が起こる前に、いち早く警察に通報し、自らも現場に駆けつけ、予想通り暴れ始めた男に傷つけられた、義士井上和枝たちの救助にあたる。その様子を見て、 興味を持った刑事の早瀬淳一郎はやがてエ介スの特殊能力に気づき、自身が担当する事件の容疑者たちの顔をエ介スに見せるようになる。最初は気乗りがしなかったエ介スも、早瀬の真剣さと推しの強さに負けて協力するようになり、エ介スの助言で数々の事件が解決する。しかし早瀬は特に刑法39条が絡むと、 発砲したり手が出るなど行き過ぎた行為に走り、その顔には反元症も浮かび上がるため、エ介スは危うさを感じていた。エ介スの能力には、時折患者を紹介されていた、白神メディカルセンターの院長、白神明治も気づく。白神はエ介スに、自分も同じ能力を持っていることを打ち明け、無痛治療の研究に力を注いでいることや、そのために、 先天性無痛症である茨のデータを取り続けていることなどを明かす。一緒にやろうという白髪の誘いに戸惑うが、早瀬が半元症を治したいと願っていることや、亡くなる寸前の妻の顔にも半元症を見ていた。a 介は、半元症に関する研究もさせてもらうことを条件に、白髪の病院でも働くことを決める。白髪メディカルセンターでは、 臨床心理士の高島奈美子が幼少期から虐待を受けて児童養護施設に保護されていた南里美のカウンセリングを担当していた。奈美子が過去のクライアントに襲われた事件で白上メディカルセンターに来ていた林は里美が描いた絵が落ちているのを見つけ愕然とする。それは7ヶ月前に起こった。 未解決の石川一家殺害事件で被害者4人の遺体が頭にビニール袋を被せた状態で並べられていた事件現場を描写したとしか思えないものだった。絵を描いたのが里見だと知った林は非公式な捜査で現場に残っていた髪の毛と里見の髪の毛が一致することを確認し、里見こそが石川一家殺害事件の真犯人であると確信する。そんな中、 ナミコが自宅で襲われ、頭にビニール袋をかぶせられた品種の状態で発見される。現場に残っていた足跡はナミコが過去に交際していた、サタ金目作りのものと一致。以前からナミコの周りをうろついていたサタと顔を合わせて、いたにもかかわらず、半元症を見抜けなかったエースケはショックを受ける。状況が石川一家殺害事件の現場と告示しているため、捜査本部は、 石川一家殺害事件についても、サタの犯行説を疑うが、ナミコのロッカーからバラバラにされた、サタの手が見つかる。そして、サタを殺した犯人として、白紙メディカルセンターで清掃員として働くイバラが逮捕されるが、イバラが犯行時のことを何も覚えていないと話していることや、面談しても、その顔からし元うが見えないエースケは、本当に、 茨の犯行なのか疑問を抱く。茨は隙を見て留置場を脱走し、自分が石川一家を殺す様子を目撃したという里美と逃走する。警察は茨が連れ去ったと見ていたが、普段と犯行時の茨の様子が違うことに疑問を感じた里美は、自らの意志で茨と行動を共にしていた。しかし里美の具合が悪くなったため茨は、里美をおぶって、 ASK の診療所へ戻り、そこで白神のデスクから持ち出していた USB メモリも ASK に託す。中には白神が茨に服用させてきた無通治療新薬の知見データが入っていたが、石川一家殺害事件が起こった日には新薬が過剰投与され、記憶障害や意識混濁、凶暴性増加などの副作用が現れたことも記録されており、 茨バが犯行に及んだのはこの新薬のせいであることが明らかとなる。しかしそうとは知らず、白神から茨バの危険性について聞かされていた早瀬は茨バを発見した際に発砲してしまい、橋から川に落ちた茨バは消息不明となる。茨バが脱走する前につぶやき続けていた大切な人、大切な場所という言葉から石川一家の妻、ア子が生前に投稿していた。 新聞記事にたどり着いていた林は、英介から USB の内容を聞いて自分がそそのかされていたことを知り、白神への疑いを強める。そして、調べを進め、石川明子が結婚直前まで白神の弟、礼二と交際していた事実をつかむ。白紙と対峙し、石川一家殺害は弟を捨てた、石川明子への復讐ではないかと林と英介が詰め寄る中、 突如、茨が現れ、白髪を道連れに窓を突き破って転落する。二人は亡くなり、事件は収束する。半元書を出さないためには刑事を辞めるべきだと、A.S.K. に言われ、悩んできた林は刑事を続けることを決意し、A.S.K. は診療所を数えに任せ、一人旅に出る。主要人物主要人物の関係者、A.S.K. の関係者港中央警察署、 白紙メディカルセンターゲスト第1話第2話第3話第4話第5話第8話第9話無痛見える目に関するカテゴリーありがとうございます